しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はい、どうも割り本でございます。割り本でございます。順風壇上の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。9月の第2週目ですね。第2週目でございます。はいはいはい、はい、ね、はい、これまあ内輪の話ですけれども、毎回ね、一応この収録って、うん、はいはい、前の月の末か、あと、うん、あるいは今月の頭とかに、その月の分、例えば9月だったら4回金曜日があるわけで、4回分まとめて収録しましょうっていう感じでね、うん、4本撮りみたいな感じでやってるんですけども。やってるんですけども。実はね、はい、今回、はい、9月の第1週分は、うん、8月の末とかには撮ったんだけど、うん、そうですね。後半分、はい、ね、9月の3、うん、2週目、3週目、4週目分は、ちょっと、後日収録にさせてくださいって平野くんが、言い出したんだよね。おうおう、そう、なんなんすかね、そうね。そう、いや、そう、それをこっちが聞きたいと思ってさ、うん、それなんでだ、なんでそのイレギュラーな撮り方をするんだろうなと。ま、はいはい。まあ、なぜかと言いますと。そこをね、今日は徹底的に糾弾してやる、はいはい。そこまあ、なぜかと言いますとですね。うんうんうん、まあ、こんな風に渚さん振っていただいてますけども、うんうんうん、ありがとうございます、本当にね。いいね、ですね、私、平野健介、そして、順風壇上のあとメンバーですね。はい、全員実は、うん、9月5日に、行われました、東京2020パラリンピックの閉会式に、うん、担当出演させていただきました。すごい、これは本当にすごいことですよ。いやー、ありがとうございました。はい、もうね、収録してるのはそれ終わった後なんですけれども、はい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 、はい、Twitter 上でね、全部知ってる仲間たちがもうみんな画面に映ってるよ、映ってるよ、もう騒いでたし、順風周りの俺らの LINE グループでもね、ずっとみんなで、はいはいはい、あれこれマニちゃんじゃないの、足立くんじゃないみたいなのがね、すごい話題になって、だから俺もね、俺も、ね、はいはい、見てたんだけど、俺もまず、ね、うん、マニちゃんに気づいたかな、最初は。マニちゃんじゃねって思って、でも、マニちゃんみたいな人ってきっといるなって思って、で、まだしばらく見てて、はいはいはい、あれ足立くんっぽい人もいるな、みたいな。なるほど。だからやっぱりその二人がよく映ってたんだよね。はい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 、はい。飛んで、はい、あれこれもんめじゃねみたいなのも出てきて。そうそうそう。で、そうそう、はいはいはい、そんなわけで、はい、で、同じぐらいにその LINE が騒ぎ出したから、あ、そうなんだねと思って、はい、そうそうそう。そうだったわけですよ。そうなんです。出演させていただきました。パラリン。それがあってね、この不思議な収録のあれにしたわけですね。はいはいはい、そうなんでございます。はいはい、いや、出ましたね。出ましたよ。出ましたな、うん、どうします、これもう。いや、これはでもね、はい、本当に誇るべきことだと思うよ。本当ですかね。いや、俺もね、それも無理なんだけど、はいはいはい、何かしらで、せっかくこの東京オリンピックだからね、東京はオリパラ、うんうんうん、何かしらで携わりたいなんてずっと思ってて、はい、それも結構前から、東京でやるっていうのが決まった頃から、思ってて、でも、結局まあね、コロナのことで延期があったりだとかで、そうですね、あれなんかいまいち盛り上がらなくなっちゃったのかな、みたいになって、はい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 、はい、で、いつの間にかなんかそのね、はい、無観客と、うん、参加したいどころか見にも行けない感じになってきたから、いつの間にかその、何らかで携わりたいなんていう気持ちも、はいはいはい、すっかりなくなってた時に、開会式、オリンピックの方の開会式でもね、割と小劇場の仲間がちょろちょろ映ってたりとかもあったりして、そうですね、あ、やっぱし、ちゃんと活躍、できる場所はあったんだなっていうのをちょっと思ってた矢先、こんな近い人たちが。ね、本当に、だからもう総合フィナーレみたいなことだからね。いや、そうですね。いや、そうなんですよ。いや、もう本当ね、
ちょっとね、この割り本に臨むにあたって、うんうんうん、まず、さっき私がしたことはですね、うん、契約書をさっき 見直してました。おどれぐらいの何を喋っていいのかって。なるほどね。なるほどね。そう。だから、偉かったのは、事前には、うんうんうん、もう完全にあれだったんでしょ？その、言っちゃいけなかった。そうなんです。もう誰にも言うなと。もう親にも言うなと。親とか、あ、うん、そう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 。そうそうそう。だから、うんうん、そうなのよ。そこはやっぱちゃんと徹底してて、そう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 。で、終わった後で、この時期なら喋れるからって、うん、この日にしたってことですね。そうなんですよね。いや、もう本当にね、もう語るとね、もう本当に、うん、まあ、割り本でお話できることと、うん、なぎさんと二人で楽しく喋れること、うん、いろいろあるんですけど、まあ、それ、なぎさんと喋るのは、まあ、プライベートでやるとして、うんうんうん、ちょっと今日は、言える範囲で、こう、いろんな、こう、はい、まあ、ハプニングですとか、まあ、いろいろちょっとね、なんかお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども。まずさ、ちょっと、確認だけど、はいはいはい、どのぐらいの分量出てたの？その、俺らが多分、全部確認できてるのって、選手入場はいはい、いうの急入場ってやつですね。うん、あそうそうそう、はいはいはい。各国の人たちが来たの、はいはいはい、スカイツリーに、はいはいはい、キラキラのやつを貼ってる。あれの時が多分一番そうです、ね、みんな映ってたんでね。そうなんです、そうなんです。あれがそもそも、うんうん、奇襲入場って、皆さん多分、他の三式典そうだったでイメージされてるのは、うん、選手が入ってきて、うん、まあ、ちょっと国の紹介して、うんうんうん、終わりみたいな感じのが、なんかこう、ずーっともう1時間とか2時間とか、こう続いていくっていう。まあね、全、すべての参加国が出てきたのもね。そうなんです、そうなんです。っていう感じなんですけど、もうかなり異例らしいんですけど、私たちの順風とかも、全員が出演したのが、奇襲入場もちょっとストーリーチックにしようっていう演出が、今回用いられまして、で、それの30分、まあ28分だったんですけど、うんそもそも言われてたの28分。で、まあ、いろいろトラブルがあって35分くらい結局やってたんですけど。そうなんです、そうなんです。で、それを任されて、順風、まあ、そうですね。まず村井優さんというですね、開幕ペナントレースの、塚さんが任されまして、はい、そこから、足立さんに、うちの足立信彦に、声がかかり、順風に声がかかりっていう順番ではあったんですが、で、その中で、一番まあ、テレビに映っていた時間が長かったのは、その騎士入場という時間でしたね。まあ、それで、流れとしては、各国の代表の方に、こう、まず、お疲れ様でしたっていう拍手とともに、ミラーのシールを渡して、で、それを、横たわってるスカイツリーにペタって貼ってもらって、で、全、すべての、参加国にそのスカイツリーにペタってシールを貼ってもらって、最後にそのスカイツリーを、まあ大きな株じゃないですけど、うんとこしょどっこいしょって立ち上げるっていう、まあちょっと絵本みたいなお話なんですけど、まあその、街、そのスカイツリーが横たわっている、調和の街っていうんですけど、調和の調は、超越するの調。まあ造語なんですけど、超越する、なごむで調和っていうのが今回の大きなテーマで、調和の街に、を作る、まあ、調和の街の住人みたいな形で、まあ、総勢40人くらいいまして、その中のメンバーとして順風男女はいたよってことなんですね。はいはいはい。うんうんうん。あ、はい、じゃあ、その、鏡の部分だけじゃなくて、はいはいはい、はい。いろいろ、それ、そのシーンには全体的に関わってたんだ。そうなんです。なんか、結構ですね、あんまりテレビには映ってなかったんですけど、うん、調和の、ですね、なんかちっちゃいいろんなモニュメント、それこそ、スカイツリーとか、東京タワーとか、レインボーブリッジとか、うん、実際そのオブジェが、うん、まあ、そのままの形ではなくて、ちょっとその、まあ、デフォルメされてる。そうだね、うん。そういう小さいオブジェが、こう、どん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 こう30分かけて集まっていって、最後一つの街になるっていう、うん、まあ、その流れで、まあ、そういう、なんていうんですか、そう、まあ、本当にパレードの誘導じゃないですけど、はいはいはい、まあ、そういう形で、私とかはその、そのオブジェを持ってきては出ていて、また持ってきてみたいなことをしてたっていう感じですね。そうなんだ。そうそう、全然映ってないんですけどね。まあまあまあ、それはしょうがないと思うけど。そうなんです、そうなんです。じゃあ結構、はいはいはい、本当に、どっちかって言ったら、なんだろう、裏方的な忙しさがあったんですね。そう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 、そう、そうなんですね、うん。そうなんですね。まあ、あくまで主役はその騎手の方たちっていうのは ね、言われていたんですけれども、まあ、とは言っても、その場にはたくさんその選手の人たちがいるので、うんうんうん、本当に30分、もう本当にマスクをして、
もう呼吸困難になりながらやっておりましたけど。いや、そうだね。はいはいはい、はい。はい、その、あれ、言葉は喋ってたの？基本的にもう言葉はもうダメ。もう最終手段というか、もう絶対にちょっと、これ言わないともうどうしようもないっていう時は使うんですけど、うん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 、もう基本的に選手に接触もなしで、そうだよね、あの、はい。いや、俺、あの、テレビで見てて印象的だったのは、はいはいはい、あの、キラキラのあの、化学のシールを貼る場所を、多分、足立くんが、はいはいはい、この辺空いてますよっていうのを一生懸命言ってんのに、なかなかそこに貼ってもらえてなくて、なんか、はいはいはい、あの、足立くん何度も言ってるなっていうのを、まあ、それだからね、本当に声が出してるのかどうかがちょっとわからない。そうそうそう。基本的には。声はやっぱ、マイムで頑張ってやってたもんね。そうそうそう、そうなんですね。マイムでやらなきゃいけなくて。しかもですね、その、ゲネなんてないんですよね。ゲネプロなんかないから、もう、まあ、これ、まあ、多分言っても大丈夫なんですけど、要は、どれくらいの障害の方が、どういうタイミングで来るかとか、誰も知らないんですよ、マジで。その中で、あそこで、その、シールを渡して貼ってもらうっていうのを、まあ、うちの、順風男女の足立がですね、まあ、主にその、やってたのが、足立さんと、あとは、残陽子さんという、また、とても、はい、順風でもとても、お世話になっている女優さんなんですけど、が、主に選手の方に直接その、鏡の白を渡してやっていたので、とにかくテレビにはめちゃくちゃ映ってたじゃないかなと思いまして。そう、まあ一番そのね、貼るっていうところが一番なんていうかな、ショーのちょっと、そうなんですよね。ね、クライマックスじゃないけど、その重要な意味、意味のある感じの部分だったから、特にそこは映ってたよね。そう、俺、みんなだから本当にちゃんとショーの一部というかそのショーの進行として頑張ってた中、俺ね、もんめだけね、ちょっとこいつ映ろうとしてんなを感じるんだよね。お前ちょっともうアテンドしようよ。次行っていいんじゃないのっていうのをちょっとね、粘り腰見せてた気がして、わかんないけどね。はいはいはい。ちょっとやってんなって思いながら見てたよ。なんか今度じゃあ休団しておきます。うん、ちょっとあの、ダメ出ししといて。はい、ちょっとわかりました。組織の方にちょっと謝罪しておきますね。そうだね。はいはい、あの、ね、粘ってすいませんでしたって。国家としてちょっとね、休団してほしい。IOC から叩かれてほしい。いやいや、まあ、そんな言ってますけどね。いや、で、一応その順風メンバーも全員出てたんですけど、うんうんうん、やっぱりその、まあ、繰り返しになりますけど、この、選手にシールを渡して選手に貼ってもらうっていうのがメインだったので、うんうん、結構やっぱ足立さんが映ってて、うんうんうん、私も映像、もう一回見てみたんですけど、うん、もしかして4式典中で一番この人映ってないかっていうぐらい。あ、まあ、気にしてるから、うん、だけどね、こっちがね。まあそうですね。まあそういう。普通に見たら別にそんな目立ってないと思うけど。うんうん、そうなんですよね、うん。いや、でもなんかエゴサをしてたら、うんうん、あれ、この人アメリカンエクスプレスの CM の人じゃないって言ってる人とか、すごい。いて、やっぱわかる人わかるんだ。アメックスの方もそれなりに認知度があるというね。そうそうそう。すごいですね。すごいよね。はいはい。いや、でも単純に、はい、一友人、知人としてなんか誇らしかったよ、うん、見てて、うんうん、ありがとうございます。そうだからその LINE のね、はい、グループ LINE が盛り上がった時もずっとなんか楽しかったもん、うん、ありがとうございます。言い合える人がいるのが楽しかった、うんうん、いやめっちゃ嬉しいですね。いや本当ね、うん、いやもう本当にいろんなやっぱりそのあれですね、コロナの中で感染対策とかをしつつ、いろいろハプニングがあったんですけど。足立くんに振られて、うん、どの程度が、うん、なんだろうな、考えた部分だ。考えてはいないの。進行しただけなのかな。その、振られてというのはどういうことですか、足立くん。だから、足立くんがアシスタント、はいはい、ああ、はい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 。ディレクターだけ、プロデューサーとかになって、はいはいはい。ショーの、を任されたのは、その、進行とか運営を任されたってことなのか、それともなんかちょっと一部こういう演出にしたらみたいなことも、ああ、なるほど、なるほど。もう本当に、後半総力戦も本当に時間との戦いっていう感じになってまして、うんうん、まあトップには村井優さんっていう、ディレクターの方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、に、プラス、村井さんが連れてきた、その、
ご紹介いただいたそのコレオグラファーの、下司さんという方がいらっしゃいまして、ぜひ調べていただきたいんですけど、うんうん、下司さんが要は振り付けをして、うん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 、で、もうそれも一緒になって足立さんもその、まあ、もともとはどっちかというと、その完全裏方、その作るというよりは、その制作進行っていう感じだったんですけど、うんはいはいはい、もう本当にマジで総力戦っていう感じになってやったので、うん、いや、ここはこうしましょうみたいなのを、どんどん足立さんがこう言ったりとか、うん、まあそういう感じになっていたっていう感じですかね。うんうん、いいね、なんかでもこれをきっかけに、次はあれじゃない、大阪万博じゃない、狙うは。確かに。ねえ。出たぞ、つって。そうよ。その実績があるんだから。確かに確かに確かに。一回うちパラやってますんでっていうのね。これはいいですね。ちょっと大阪公演の足がかりにもなるし。いや、ほんとそうですね。いいじゃないですか。いやー。うんうんうん、まあ、そして大阪公演、そして、まあ、頑張って、今からフランス語を覚えて。出た。パリに。パリ公演。何しに そう今度はエッフェル塔立ち上げるぞっつってね。ああ、なるほど。やるんですけどね。鏡のシール貼ってね。鏡のフィッシール貼って。真裏にいたんですけど、実は、スカイツリーの真裏にいまして。あ、平野くん？そうそうそう。ああ、そうなんだ。マジでスカイツリーを立ち上げてたっていう。あ、そうなんだ。そうじゃあ何一回倒れてきた時とかも支えてきたの、はいはい、支えておりました。そうか、そうか。あれ完全に人力なので、裏の。はいはいはい。まあ、それはそうだろうな。そうだって、前文の綱引きだもんね、だって。そう。うんうんうん。いや、もう本当にね、めちゃくちゃ重くてね、もう芝居どころじゃなかったんですけど、ね。ああ、そうなんだ。いや、なんか、いいね、ねぶた祭りみたいな、ね。いや、本当にね、でもよかった、本当に。いや、すごいね。もう、はい、なんか。はい、ちょっとね、こんな偉そうでありますけれども、うん、ちょっと来週も、パラリンピックを話させていただいてもいいですか？ぜひぜひ、じゃあまだまだ聞き足りないこともあると思うので、はい、はい、というわけで、も引き続き、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまた来週です。また来週。さよなら。なぎさわ私物と平野健介の割と本気です。毎週土曜日。小説投稿サイト小説家になろうにて渚しぶじの連載小説が投稿されます。ぜひそちらもチェックしてみてください。